皆さん、こんにちは。今回なんですけれども、レアルソシエダについて少しお話ししたいと思います。というわけでですね、今回はレアルソシエダについてね、話をしていこうと思います。レアルはですね、本当に今シーズン、非常に好調でですね、シーズン序盤戦ではですね、基本的には首位、いい野田に立っていましたから、レアルマドリー、まあ、バルセロナ、アトレティコで、マドリーはね、調子いいですけれども、まあ、ちょっとバルサとか、アトレティコとかがね、調子を崩していて、ちょっとこう、こけてる間に、ラレアルはですね、非常にこう、好調をキープして、ラリーガで、首位の座を、長い間キープしてきたというところになっております。なのでですね、今回は、じゃあなぜ、ラレアル強いのかと、そういう話をですね、していければというふうに思っています。まずですね、このチーム、まあ、このクラブというのではですね、近年非常にこう、若手選手の育成にですね、力を入れてきております。で、まあ、いわゆるカンテラ、育成組織、下部組織というものにですね、非常に注力しておりまして、まあ、オジャルサバルとかね、非常に代表的ですけれども、あと、スビメンディとか、他にもですね、まあ、コロサベルとか、エルストンとか、ノルマンとか、まあ、今で言う、今季で言うと、ロベテとか、そういうですね、カンテラから上がってきている選手が、非常にね、活躍しているんですけれども、やはりですね、クラブとしても若い選手を育てるということにも力を入れてますし、またそれがこうトップチームに、きちんと還元されるように、という考えでですね、クラブとして動いてきているというところがあります。で、具体的に言うとですね、まず例えばビチームに目を向けると、今シャビアロンソがですね、監督をやってます。で、シャビアロンソね、もともとラレアルでプレーしていた選手ですけれども、まあ、指導者になるってことを決めてからですね、資格を取ったりとかして、で、まあ、指導者として、まあ、監督として、自分を形成していく段階で、レアルソシエダに一回戻ろうということで戻ってきて、まあ、B チームで指揮を始めました。で、まあ、B チームで指揮を取っているところなんですけれども、非常にですね、やはり、チームをね、強くするという意味においてもすでに一瞬は発揮していると思いますし、チームをですね、もう2部に引き上げて、なんで今、レアルソシエダの B チームというのはですね、ラリーガの2部で戦ってますから、で、2部でこう、切磋琢磨している選手たちが、まあ、調子が良ければ、まあ、A チーム、まあ、トップチームに上がるというところで、このあたりもですね、ラリアルの競争力がより上がってきたというところではね、非常にいいポイントになってきてるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、さらにですね、言いますと、もう、下部組織のですね、あらゆるチームで、まあ、数年前からですね、同じシステムで戦うということを基本的に決めて、います。クラブとしてそういうのを決めて、で、4-3-3 でね、プレイしてきているんですが、そういう意味ではね、まあ、ちょっとバルサ的というかね、まあ、バルサが、クライフが来てからやったことに非常に似ているかなというところがあります。で、まあ、4-3-3でプレイしていて、やっぱりそこでプレイしている選手たちが、こうトップにね、上がってくるわけなんで、トップに上がってきた時も、まあ、同じシステムで基本的にプレイしてますし、そのシステムでプレイしてきた選手たちなんで、どのポジションの選手がどういう動きをすればいいかっていうのはね、みんなよくわかってますし、まあ、特筆すべき特にアンカーのポジションですね。で、このポジションは本当にゲバラとかね、スビーメンディとか、もともと言えば、まあ、イジャラメンディとかもいましたし、その間で言うと、スベルディアとかもね、このポジションでプレイしてきましたけれども、やっぱりこのボランチっていうところで言うと、かなりいい選手が育ってきているんで、これもですね、やっぱり若い時から、そのポジションでプレイしてきた、4-3-3でプレイしてきたことのメリットとして一つあるんではないかなと思います。でですね、さらに言いますと、まあ、その若い選手たちが育ってきていて、今トップチームで活躍していて、チームの勝利に貢献しているわけなんですけれども、これにプラスしてですね、まあ、補強に関してもですね、近年のレアル非常にいいです。で、カンテラの選手に頼るだけではなくて、外から取ってくる選手も確実にいい選手を取ってくる。で、近年で言うと、まあ、ウーデゴールね、もそうですし、まあ、ちょっとウーデゴールの場合はローンできて、ローンの期間を短縮して、レアルマドリーに戻って、その後結局アーサーに売却されるみたいな、ことになりましたけれども、その他にもですね、まあ、イサクですね、スウェーデン代表です、今では。とか、あとダビド・シルバとか、フリートランスファーでね、マンチェスターシティとの契約満了して取ってきてますし、あとはこの夏で言うと、まあ、セルロードですね、ライプツィヒからこうローンで取ってきたんですけれども、この選手もめちゃめちゃいいです。
で、そのちょっと前で言うと、あの、ジャヌザイとかもね、そうですし、やっぱりね、あの、こういった選手たちが、まあ、レアルに来て、で、当然ね、クラブとしては非常に、こう、適応っていうことに関しても、アサポートしてますから、言葉の学習っていう意味でも、あの、そういった選手たちに、積極的にね、あの、ステゴのレッスンを受けさせたりとか、そのあたりのサポートも含めて、ピッチ外のサポートも含めて、故郷で取ってきた選手たちに関してはできる限りのサポートをしてますし、逆にこう、カンテラから上がってくる選手たちに関しては、まあ、サッカーだけ、まあ、サッカー選手だけっていう風にならないように、まあ、文武両道、まあ、勉学にも励めるように、特に18歳から22歳ぐらいの選手たちに関しては、まあ、大学に行くってことに関しても、あの、推奨してますし、まあ、それでオジャルサバルとかもね、ゲバラとかも、ちゃんと大学行って、そこ卒業するっていうところまでも、クラブのサポートも含めて行ってますし、まあそういったところのクラブの力、助力っていうものもですね、今こうすごい強いチームになってきているっていうところの、まあ、バックボーンとして、あるのかなというところです。